Да? Опер.今日は曇りで絶好の撮影日和です。餅つつじの雄大なのをわかるかな。こう雪ですね。結構ね。で、こっちの方に伴奏として山ツツジですね。山ツツジが色を添います。ちょこりちょこりと。ね。こう、チラチラと咲いてるんですよね。これが自然の状態ですよね、割と。こっちの方はこう見ると大紫の濃い紫がね、これまたいいんだよね。これをこちらの方から見てますと、白いなんだね、平戸系だろうね。雪じゃないよね。こういうのがちょうど一緒にね、同じ時期に咲いてますよ。向こうの方に綺麗だな、餅つつじってね。こっちもここに白は今年は随分咲きますね。ここも同じですよ。これはサンゴジの、サンゴジの影でこう結構咲くんだね。こっちは東なんかもこうヒノキなんかね、だいぶ薄くしたんですけど、こういう影のところでも結構花つけますね。今奥に、奥の方が早いね。どういうやつだ。今は金蘭がもう咲き出しました、ね、中に巨大な金蘭が咲いてるんだけど、これ見えないな。これがね、桜ツツジ。まだ咲かないです。これは、暖地性だから、寒いのはダメなんだよね。ここで
今年の冬持つかどうか、常緑性だから、今年の冬持つかどうかだね。あれ、これもなんかネバネバにしつかまったな。ん？そうじゃないか。なんか悪いことしてんのか？なんか悪いことしてるみたいな。今度殺しておかなきゃな。まあそういうわけで。綺麗だね、お紫は。この濃い色の紫ね。なかなかこれが、色がね、目で見るほどの画像はうまくいかない。まあこうやって混ざって咲くのは綺麗だね。こんなとこにまた紫式部がね、ポーンと出てきて、勝手に出てくるね、これ。これがまた、こういうのもね、悪いもんだから、これね、殺しとかないと。あ、逃げられちゃった。この頃も、今は、もう、タツノミソウが最盛期だね。もう綺麗でしょ、結構。馬鹿できないよね、やっぱり。十二指腸と同じ頃、紫がね、いいんだよ、なんかね。いやー、もうね、まあ、数字も2週間ぐらいだからね、命はね。こうやって、今年見れるのも、2週間ってとこですよ。あそこになんか赤い、なんだか品種のわかんないのが一つ。平戸系かね。ケラマツツジだと思ったら、おしべの数が足んないんだよね。これはハタベンが出てるんだよ。だから結局毛玉じゃないんだよな。でもこれは種の種香色の、ちょっと暗めの種香色ってとこかね。この画像じゃ全然色出ませんけど、こういう色じゃないんだよ。こうしょ。ああ、寄ってられませんね。うん。お、こんなとこに。おお。ピンクの。ピンクのね。都は。これが、まあ、色出た方かな。この人もスズランが出てきた。金蘭のね、ちょっと巨大なのは写してみるかな。こういうとこにほら、ちっちゃいけどね、金蘭が。このうちのもう随分金があちこちで、ほら、わかりますか？あそこの真ん中、白い塗装がもう咲いてるんだよね、白い。金だね。銀蘭も随分出ましたね。これ山津で買ってきたんだけど、全然違うんだよね。こういう紫色の山水で買ってきて、
違う。サクラスはもうだいぶ終わってきちゃうかな。こんな日陰で咲くんだよね、サクラスって。もう日陰ですよ、完全に。お、銀杏なんかね。銀杏でもこれ立派な方だよね、銀杏。何個、10個ぐらいあるのかな。これ、桜花の時期にね、こうやって銀杏咲いてるんですよね。それで巨大なね、立派な金杏が一つあるんです。60センチぐらいあるんじゃないですか、背が。ほら。まだ開いてないけどね。これ立派ですよ、ほら。これになると、埼玉の大きなクヌギ林のね、ここで出るような大きな木になってるね。奥にもあるんだけど、あれ咲かないね、今年。これ一本出てこないのがあるし。これ細かいのがこっちの中には随分あるんですけどね。この中に探すと何本もあるんですね。ここは都忘れの、都忘れですね。で、ここはピークのスズランがね、出てくるんだけど、ハルシオンの方がいい。そうだね、ハルシオンは。これは濃い方の都忘れ。ピンクスズランどこだ。君だよな、ピンクスズラン。あ、これか。お、ピンクスズラン。これピントがあってね。かわいいよ。かわいいね。ピンクの筋がピントが合わないかな。どうだろう。これ変わってるね、この都忘れ。花びらやたら多いな。ねえ。ほら。わかんないか。わからないね。ピンク筋が。清水さん、これお前は大したもんじゃない。向こうの方は、あ、今ちょうどシャクナゲの真っ赤なのが盛りだな。真っ赤だね、あれは。すごい。まあこういうふうに展開すると。お中筋の向こう方にあるわけですよね。こんなところにも立浪草がチラ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 。もう立浪草で気をつけた方がいいのは、白花の立浪草は絶対絶対植えない方がいい。もう一本植えたの際にものすごく増えて、紫が全部ダメになっちゃう。大失敗した、私は。一本植えて、今みんな白を引っこ抜いてるんですよ。大変ですよ、あれは強くて。まあそんなところですね。ピンクスズランもね、あっち
ちこち結構出てきて、まあ、白身満足かな。ここに結構いい状態の気にはないね。キリがございません。いやクジャクシダすごいな。すごいクジャクシダ。これまた濃いんだよな。これこのくらいの色だね。ピンチは合わないけど、これは合わないね。もっと優秀なカメラが欲しいよね。しかし人間の目と同じような素晴らしいカメラはないもんかね。大したことないね、まだね。カメラも人間の目にはかなわないね。このまた二人静かってのも増えまくる。困っちゃうこれ。ホトトギス並みのこんな雑草だよ。おお、これはかぐや姫とかっていうシャクナゲですな。これはちょっと元気になった紫ヤシオですよ。ね、これは、ここは今紫ヤシオの隣に、なんか赤ヤシオでもいるかなと思って、2500円でちっちゃいの買ってきたんだよね。ここに植えて、ここで大きくして、みたいね。紫ヤシオは赤やピンクヤシオとか赤ヤシオとか白ヤシオの3つの中では一番花が小さくても花持ちがいいんですね。で花が可愛くて観賞価値が非常に高い。だからヤシオをやるならまず紫ヤシオで花を先に見えますね。白とかピンクはなかなか花見れないからね。寿命は来ちゃうよ、もう本当に。これは騎士ツジだよね。ここはおしっこ。おすべが多いよね。もちついじゃないんだ。キシツイね。でも原種ですよ。ちょっとだいぶ長くなっちゃった。こんなもんかな。ね。俺立派なのはお出前だよ。ね。それは小の心っていう赤い筋ね。これがそうですよ。これは。今日の日に真っ赤な綺麗な色のね、これ花持ちがいいんです。うわ雲が降って雲やろが多い。巻きついてるよ。長老神様、よく咲いてくれたね。はい。
この辺でいいかな。庄内神とこんな字書くんだ。庄内神ね。これは吉祥寺だけど、これは名前が分かんないんだ。よく売られてるんだ、綺麗なんだけど、名前が分かんないんだよね、これね。ジョジョだってこれ、なんだっけ、百投げついとかってんだよね。百投げついなんていっぱいあるよ。だから、百投げついっていうのはもっと早春に咲くんだよな。これは、だから百投げついじゃないんだから。平戸のなんか一種なんでしょうね。この上辺が赤い斑点があるんだよね。まあそんなとこかな。なかなか分かんない、品種が分かんないっていうのは面白くないね。でこれもこれはだから平戸のあれですよ。平戸のあけぼのっていう品種で、大紫の枝がありとかね。でこれが一つの株で、大紫とこのあけぼのが一つの株で出るのを、なんつったっけ、忘れちゃった忘れてしまった。なんつったっけな、だから宝船じゃねえな、なんつったっけな。忘れた。これ笠間の辻祭りで見たのは八重の紫と白花で3種類で、それが八重なんだよね。これが見たことなかったね。一株だけあったけど、それは珍しいね。ああいうのはい、終了します。